明日ととさ大大学入学学入共通テストがが実施されれまます。会場となる大学で試験の準備が進められました。このうち今年度新設され初めて共通テストの会場となる若林区の東北学院大学五つ橋キャンパスではおよそ820人が受験を予定していますきょうは職員らが机に受験番号を貼り付けるなどの準備を行いました 大学入学共通テストは、あすとあさって、全国668会場で実施され、県内では11会場で、去年より460人ほど少ないおよそ8000人が試験に臨みます。 全国一斉の試験ですのであの間違いがないようにそれから他のところと同一の条件になるようにそこの辺をしっかり管理しながら準備させていただいております今日しっかり休んでいただいて明日、元気に会場に向かっていただければと思っておりますなお、明日の県内はおおむね晴れますが仙台、石巻とも予想最高気温は5度と上がらず 冷たい風がやや強めに吹いて、寒い一日となりそうです。